はい、今日の試合は、まあ、ホーム最終戦ということですが、残念ながら僕らが昇格とかいうものがかかった試合ではない、そういう位置づけの試合でしたけども、2000人を超えるファン、サポーターの皆さんに来ていただいて、今シーズン最後の試合を共に戦っていただいたことは本当に嬉しい思いですし、 JFA ではナンバーワンのファン、サポーターであるということを再認識させてもらいました。まあ、ゲームの方は最初の15分、まあ、これを勝てば昇格というかかった試合の相手で、まあ、非常にこうアグレッシブにボールを前に入れてセットプレーを取って決めてくると、そういうもう相手の戦い方をちょっと残念ながら受けてしまった形で2失点したと。ただその最初の15分の失点した後、よくチームは耐えながら盛り返して、特にまあ前半風が下だったんで若干押されるのは確保していましたけど、非常に綺麗な形で1点目取って、まあ、チーム全体がいやまだまだ下向かないでいくぞという空気を作ってくれました。で、後半僕らが風上になってしっかりとボールを動かすことができるようになって、まあ、相手の圧力を分散させながらサッカーすることができたかなと思います。 PK という形であるけどもしっかりと決めきることで追いついたと、まあ、正直選手の交代は勝ち切るために交代しました。まあ、最後のゲームはやっぱり選手とともに勝とうという意識があったので、まあ、最後決算点目が取ることはできなかったわけですけども、積み上げてきているものという部分は選手たちが表現しながら最後に諦めず戦いだと思います。それもやはり今日の多くの皆さんの声援があって背中を押してくれたことがそういう形につながったと思います。試合の方はそういう印象です。まあ、僕らは僕らのスタイルで戦って、相手のスタイルは関係なくしっかりと自分たちのスタイルで結果を出そうということで今日試合に臨んだ、まあ、その分で勝ちはしなかったけども、よく選手たちは最後まで、自分たちのスタイルにこだわってねやってくれたと思います。多くの声援ありがとうございました。42年ぶりに三重に帰ってきて地元で、この地元のクラブに関わることができたこと、まあ、この2年間は本当に充実した期間でした。そのなぜ充実しているかというと、やっぱり選手たちが本当にサッカーと真摯に向き合ってくれていると。で、彼らは仕事をしながら、
午前中しっかりと練習してかなり疲労が溜まっている中でも午後仕事に行って、夜まで働いてで、その中でもこうトレーニングの時にはしっかりと準備をしてきてくれていると、まあ、選手たちには僕もちょっと厳しいかもしれませんけど求めたのはいいコンディションで行きなさい、それからいい高いモチベーションで行きなさい、それから高い集中力を持ってください、で高いモチベーションを落とさずやりましょうと、その4つの何々ションというやつですね、この4つのションが揃っていったら絶対にいいトレーニングできるんですよ。でそれを常に選手たちはいいトレーニングするためには体がきつかろうが職場で何か嫌なことがあったかもしれない、彼女と喧嘩したかもしれない、いろんなことあるかもしれないけどピッチに立った時にはいいトレーニングする4つの要素をしっかり持ってきてほしいなということは冒頭に話してて、まあ、それを本当にね選手たちやりきってくれたなと思います。だからこそ充実したもう本当ね練習してる時本当楽しかったんですよ、まあ、いろんな練習する中であこんな風に反応してくれるこんな風な手応えを感じさせてくれるっていうのがあって、だからこそこうさっき挨拶言ったけど結果にねそれを結びつけるのは僕の仕事だったんで、それができなかったことは選手にも申し訳ないし期待してもらったファンサポーターにも申し訳ないなと思います。ただ本当に充実した、2年間過ごさせていただいて思ってます。感謝します。それはね正直確認はしていません。ただ去年その奈良クラブとの試合が終わった後に、まあ、ロッカーでみんな塞いでました。だけど今から奈良クラブがこれから昇格のセレモニーやると一回見ようとみんなで、その悔しさっていうのは絶対に次の俺たちの場面にあるから、その光景を脳裏に焼き付けて、来シーズン戦おうよというのを話しました。まあ、それが選手たちにどのぐらいね響いてるかどのぐらいこの影響を持ったかわからないですけども、今日もシチュエーションは同じなんですよね。僕らが負けたら彼らは昇格っていう昇格のチャンスがあるということになるので、まあ、そういった部分が少なくとも去年から継続した選手たちには、あったのかなと、まあ、そういう意地を選手たちが張ってくれたなと、まあ、それも本当に嬉しいですね。だからこそ勝っちゃったね。それが分かってたら多分昇格してたと思います。ただまずはクラブのこの持てるポテンシャル、これは本当に JFL で一番だと思います。組織的なところ、それからファンサポーターの多さ、この地域との一体感、これは間違いなく極端に言えば J3 のクラブよりもあると思います。まあそういったポテンシャルを持ってると、ただまあなぜ結果が出ないか、まあ、それはもしかすると僕のこの2年間で感じる部分といえば、僕自身がもうちょっとこの勝負にこだわらなきゃいけないのかな、スタイルという部分は僕は絶対崩したくないんですよ。例えば勝つために、守備的にやること、あるいはカウンターだけ狙うこと、もしかするとその方が勝ち点取れると思うんですよ。この JFL は正直言って浦安が先ほどちょっと話したように負けなくなったのはそこの部分ですと僕は感じています。それから今日の滋賀のチーム、もう間違いなく守って前でファウルをもらったりセットプレー取って、セットプレーが今日の得点を入れると総得点の40、今日2点とか47、のうちの26点がセットプレーなんですよ。驚異的な数字なんです、こんなの。まあそれが相手の戦い方って言えばそれまでなんですけど、僕はそれはやりたくない。やっぱりしっかりとサッカーの醍醐味、面白さ、それを選手が感じなきゃいけないし、感じてプレーして、プレーを楽しまなきゃいけないし、何しろ見てる人たちがサッカーって面白いって思ってもらわなきゃいけない。それを崩してまでは僕は勝ちたくないって言ったらいいんだな。それを崩してまでサッカーはしたくないというのが僕の信念です。これはそれがある意味甘さなのかもしれませんね、僕にね。昇格に届かなかった、勝ちきれない試合が多かったですけども、まあすいません、僕のわがままの多分哲学というかフィロソフィーがもしかすると昇格はできなかった要因の一つかもしれないですね。ただまあ、さっき挨拶見たようにチームに対して残したものとしてはぜひこれは財産にしていってほしいなと思ってます。ね、福地君もそうだし小倉とかね、一蔵と中田、一蔵と小倉って多分 S 級なんて同じかな。で彼らが来ました、僕の練習の研修で、クラブ訪問みたいな形でね、はい、
覚えてます、あの辺の連中はみんな。夏に就任して、うん、まあ、コーチから監督が上がって、チームのまとめるっていうのはすごいよくやったのだと思います。その中でも、今40何人いるんですよね、試合ってね。それをね、まとめるっていうのは本当大変だと思うんですよ。それを一つのチームとしてこうやって昇格のギリギリまで持ってきたっていうのは、まあ、彼の手腕かなと思います。はい、このクラブが抱える理念、これは本当に素晴らしい、自分が共感しますし、そこに僕も共感したのがあって就任したと。それをね、ぜひその理念をより高めていくといいますか、実践していくためには、これはもう僕の勝手な考え方ですけども、やはり見に来てる人たち、それからプレーする選手、子どもたち、そういう、それからサッカーに携わる指導者たちに、まあ、さっきも話したその象徴になるためにね、左右という部分をしっかりと築いてほしいなと、まあ、それがもう僕の一番の願いです。その上で昇格を勝ち取ると、そういうことを一番願ってますし、そういった姿をぜひね、来年以降見せてもらえたらな。それが僕はこの2年間やったことのちょっとした、本当何も残すことはできなかったかもしれないけども、足跡としてね、引き継いでもらったら嬉しいかなと思ってます。ますますの本当にね、クラブの発展、チームの昇格を願ってます。ありがとうございます。はい、すいません、だらだらと長くなって勝手な思いだけ伝えてもらってありがとうございました。